さあ、ということで出すだけ出して言ってしまいましたが、箱猿をやっつけましょう。おそらく初めてのボス戦ですね。いきなり殴られてますけど、ちょっとでかいので見渡しのいい位置に移動するところから始めたいですね。やばいやばいな。よいしょ、いいよいいよ、ナイス回復。さあ、アクションを使っていけば、忠実に戦っていけば勝てるはず。大事なのは基本動作。え、なに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 、え、そんな攻撃あるの、そんな攻撃あるの。やばいですね。とりあえず回復しましょう。どこ行った？多分突然わーって出てくるから注意ね。ここか。まあいいや、とりあえず今のうちに高い位置に移動しましょう。いい場所いい場所、これ使おうこれ使おう、これを利用して、よし、いいよいいよいいよ。その位置結構いいね。いいよいいよいいよ、攻め込む。でポーションを目の前で使う、余裕を見せる。いいよいいよいいよ、ここでできるだけ攻め込もう。よしよし、はめたはめたはめた。どこ行った？あ、来てますね。じゃあここで、よいしょー。で、ワンダニャンも使っていきますよ。いけ、ワンダニャン。攻めるんだ、攻めるんだ。やばい、どっか行った。どっか行っちゃった。箱猿がどっか行っちゃった。え、待って、これバトル中断されないよね。マジかー。すげえところで中断するなぁ。いや、ちょっとこれはやらせて。これはやらせて。リク、もう少し。もう少しだけ待っててくれ、リク。というわけで、やっていきましょう。え、待って、これ、リセット、え、嘘、嘘、待って、待って、リセットされてる。待って、リセットされてる。嘘でしょ、嘘でしょ。いいよいいよ、うまくこれを使って攻め込むと、もう一丁 OK、 倒しました。よかったよかった。いやー、ドロップってバトル中でも容赦ないんだね。気をつけます。待つんだ、ソラ君。よしは。やあ、ネク君。ずいぶん久しぶりな感じがするね。ライム、無事だったんだな。ネク、あいつ知り合いなのか？うん。よしは。俺の友達だ。そうか。
ヨシュアがライムを連れて行ったのか。それに、なんで俺の名前を知ってるんだ。そんな一度に質問しなくても、君の聞きたいことにはちゃんと答えるよ。まずライムのことだね。僕はライムの夢を預かっていてね、僕のポータルなんだ。ん？要するに、世界をつなぐゲートになるということさ。わあ。それから、なぜ君の名前を知っているかだったね。ここはちょっと不思議な街でね、行き場をなくした者が身を寄せるために現れる。今は訳あって僕の夢から作られてるんだ。だからこの世界のことは何だって知ってる。君がリク君の親友だってこともね。リクを知ってるのか。言っただろ、何だって知ってるって。リクはどこにいるんだ。リク君はこの映像の中、もう一つのここと同じ世界にいる。もう一つのここと同じ世界？ポータルってのを使えば行けるのか。残念だけど君には行けないんだ。ポータルはライムの夢を預かっている僕にしか使えない。この映像はドリームイーターが閉じ込めていたもう一つのここと同じ世界での出来事なんだ。なぜ世界が分かれてしまったのか。おそらく彼が関係してるんじゃないかと思う。あいつ。誰だ。ビート。シキ。リク。いやー、ライムは向こう側に行ってたっていうだけだったんだね。さあ、ということで、これってワールドセレクトの感じかな。ところだよね、おそらくだけど。ってことは、空か陸どちらかでボス的なものを倒せば大丈夫ってことでいいんですかね。すげえ、すれ違い通信とかできるんだ。俺の名前かい？ここで自己紹介します。ライラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応登録しときます。多分誰ともすれ違わないんだろうな。あー、やっぱなんかできそうですね。お、大きめの宝箱ですね。サンダーを手に入れました。ありがとうございます。さあ、ということでいよいよ行きましょうか。見つけた。おい、一人で行くと危ないぞ。ほら、これだ。だから俺が。シキ、まさか。なぜここにいる。お前は無意識なのか。ならばお前には何もできない。目覚めぬ眠りの中を永久にさまようことになるだろう。どういう意味だ。そいつの言葉に耳を貸すな、リク。こいつも大丈夫だ。シキに聞いた。そいつが仕組んだことだってよ。こいつも元の世界に戻してやるって言われてリクをはめようとしたんだ。今回のミッションは随分手が込んでるじゃねえか、偽死神さんよ。お前は誰だ。待て。
なさい、リク。気にするな。ビート、指揮を頼む。任せろ。いやー、でも指揮が無事でよかったね。そして姿を現しましたね。一応ボスはやっぱり一緒なんだね。ということで箱猿を今度はリクでやっつけましょう。ただ戦う場所が違いますね。構造をしっかり理解していきたい。これうまく使えそうだね。これをうまく使っていこう。この足場をうまく使って移動して攻めていくと。ただスピーディーな動きがなんとなくですがリクの方ができる気がするので、もしかしたら空よりはやりやすいかもしれない。ちょっと待って、木がいいよいいよいいよ。なんだこの攻撃は。やばい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 。とりあえずドッジロールしていけば多分かわせると思うのでかわしていきましょう。キックダイブ。オッケーオッケー。いや、手はいいよな。待った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 、取る。ボス戦だると取っていきますよ。とりあえず上に行けば。もうちょっとで倒せる。とりあえず手を倒そう。向こうか。よし、いくぞ。おい、やばい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 。回復もしっかりやっていきますからね。で、俺アクション使ってでも取りに行こうとしたけど。宝箱も取りましょう。宝箱も関係ないです。戦闘中とかボス戦とか関係ないです。見つけたら取る。取れそうだったら取る。いいよいいよ。この足場を使ってスライドダイブ、ショックダイブか。よいしょ、決まればかっこいいよ。よし、オッケーオッケー。回復もなんとかできてる。本当はね、これにね、おお、マジか。やばいやばいやばい、タイムリミットが、やばいタイムリミットが。やばい、焦る。もうちょっと倒してくれ。オッケーオッケーオッケー、間に合った、よかった。あぶねー、倒しました。ギリギリすぎる、時間的な方の意味で。心がつながっていればいつか会える。ライム、ネク、ソラ、
彼らは元いた世界で存在を失うことになってしまったんだ。僕は彼らの存在を消すまいと、かろうじて残った彼らの夢のかけらをかき集めて退避させる場所を探していたんだ。その時、預かっていたライムの夢を介して眠りの世界でこの街を出現させた。ここなら夢のかけらとなってしまった親友たちを元に戻せるかもしれない。僕はそう思ったんだ。驚いたことに、眠りの世界では夢のかけらは実体を持っていた。それで僕は夢のかけらたちの絆をつなげることが、それぞれの存在を補完し合い再生の助けになるんじゃないかって思ったんだ。そんなことができるのか？結果は見ての通りだよ。人は一人ぼっちじゃ存在できない。誰かに存在を意識されることで初めて人として存在できるんだ。その強い互いの意識のつながりが彼らを再生させたんだ。もちろん君たちの協力もあったおかげでね。よしは、君は何者なんだ？ただの友達だよ。あ、夢と夢はつながっている。まずは最初の眠りの地から始めなければならない。二人には闇に飲まれ眠る直前のデスティニーアイランドに戻ってもらう。夢に落ちるとき、夢を介して眠りに閉ざされた世界へとつながる。眠りの鍵穴を開くことで新たな力を身につけるとともに、眠りに閉ざされた世界の解放にもなるであろう。純粋な光の数と等しく、七つの眠りの鍵穴を解放し、再びこの地に戻ってくることで、マスター承認とする。わかりました。頑張ります。ということで、今度こそトラバースタウンはオッケーではないですかね。とりあえずはってところだけど、やっぱり空と陸両方でクリアって出てるね。なので次回からいよいよね、次はおそらくこのラシテでクロースだと思いますので、こちらを攻略していこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。